シャルル・エミール・ピカールはフランスの数学者である。1924年に第15代のアカデミー・フランセーズ座席番号1に選出された。1856年7月24日にパリに生まれた。アンリ4成功で教育を受けた後、パリ高等師範学校で数学を学んだ。ピカールの数学論文、教科書、そして多くの一般書は当時の数学に精通しており、 非常に幅広い関心を集めた。現代の複素解析の研究者は、ピカールの二つの定理をよく使用している。ピカールの小定理は、定数以外の正関数の地域が高々唯一の点を除く、複素平面全体に広がることを主張するものである。ピカールの大定理は、孤立した神聖特異点の近傍の像が高々唯一の点を、 のぞき複素平面全体を覆うことを主張するものである。ピカールは、ピカールベシオ理論、パンルベ超越関数、線形微分方程式の対象変換群の導入など、微分方程式の理論に重要な貢献をした。また、代数曲面の理論に、曲面上の代数曲線の類を線形同値で記述する、ピカール群を導入した。ピカールは、 関数論の研究に関連して、大数的位相気科学という新しいアイデアを利用した最初の数学者の一人である。理論的な研究だけでなく、伝報や男性の理論などの応用数学にも貢献している。ピカールの論文集は4巻まである。ルイク・テュラは1891年から2年間、ピカールの下で積分法を学び、その講義を詳細に書き残した。 クテュラのノートは現存しており、現在ではインターネットアーカイブで閲覧できる。ピカールは同時代のアンリポ・アンカレと同様、数学、物理学、工学の学生の育成に力を注ぎ、古典解析学の教科書や相対性理論の最初の教科書の一つを執筆した。また、学府シャルル・エル・ミートをはじめとする、フランスを代表する多くの数学者の伝記も執筆している。 1881年にシャルル・エル・ミートの娘のマリーと結婚した。ウィキメディア・コモンズにはエミール・ピカールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。